韓国のムンジエイン大統領は10日午前、青瓦台で約30社の主要大企業トップらを招待し、懇談会を開き、日本の輸出規制措置などの懸案について意見を交わす。9日、青瓦台によるとムン大統領主催で開かれる今回の企業化懇談会には総資産10兆ウォン以上の大企業さん4社が出席する予定だ。 青瓦大の関係者は、日本の輸出規制措置に関連した企業のアイロを聞き、現実的な対処法案について意見を交わす予定と伝えた。今回の懇談会出席対象企業は資産規模10兆ウォン以上と定めていることにより、最近、 日本の輸出規制措置対象の品目である半導体やディスプレイの主部品3個に直接影響を受けない企業も含まれた。同件について聖華大の関係者は、輸出規制品目が及ぼす波及効果を考慮し、まだ公式化していないが、追加される項目まで総合的に考慮して、範囲を大部分の産業を網羅する大企業に決めた都市、 今段階で幅広く意見を交換する予定だと説明した。